聞いた話だと今日本が円安になって若干ウハウハ状態だっていうのを、はい、あの小耳挟みましたが本当ですか？はい、ウハウハです言った。いや、ウハウハですよね。長年タイに住んで取られた中でですね、これだけはどうしても食べておきたい、そんなね料理をベスト5教えていただきたいと思います。青ソーイです。タイカレーのヌードルです。その揚げた麺と普通の麺が一緒になってる。はい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 。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回まもなくタイの滞在を終えるかなこさんに、バンコク最大の市場クロントゥーイ市場に潜入してもらいました。今回はその続き、残りわずかのタイ生活への思いをいろいろ聞いちゃいます。はい、かなこさん、残りね、タイ滞在まもなくだと思いますが、あと何日くらいですか？あと 2,3 週間ですね。あと 2,3 週間、少しも着々とじゃあ進んでるっていう感じでしょうか？ぼちぼちやってます。はい、聞いた話だと今日本が円安になって若干ウハウハ状態だっていうのを、はい、あの小耳挟みましたが本当ですか？はい、ウハウハです言った。いや、ウハウハですよね、うん、はい、ということでね、今回のテーマはこちらです。タイでこれだけは食べておきたい。まあ、長年タイに住んで来られた中でですね、これだけはどうしても食べておきたい、そんなね料理をベスト5教えていただきたいと思います。まずはですね、第5位、かなこさんがこれだけは食べておきたい料理は何でしょうか？バミー麺です。タイ風のラーメンなんですけど、細い卵麺で、スープはすごいシンプルなスープなんです。でもそのテーブルに置いてあるお酢だったり唐辛子だったりお砂糖とかナンプラーとか、自分の好みの味で食べるんですね。深酔いの後とか最高ですし、はいはいはい、お腹が空いた時もなんかお腹が温まって本当に美味しい料理です。あんまり日本にないので、タイ料理ってもバミー料理がないので、これは食べてみたいですね。ナンプラーって、これかなこさんから習いました、今回。嬉しいです。ナンプラーって言葉知んなかったし、物も知んなかったし、ナンプラーちょっと試せないんで、ちょっとぜひやってみたいと思ってます。はい、魚醤ですよね、ナンプラーね。はい、もうそんな普段使わないっちゃ使わないからね。続いて第4位は何でしょうか？マンゴーで。おお、やっぱマンゴー美味しいんですね。もうね、日本で売ってるフィリピンとか、宮崎とか、あっちのマンゴーも美味しいですけど、うん、タイのマンゴーは本当になんか別物美味しい。なんだ、前なんかね、お店紹介していただきましたよね、マンゴーのキャラクターの。はい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 、ね、マンゴーさんに似てる、あれですよね、マンゴーさん。そう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 、ちょっと俺似てるかな。確かに力強いそっくりなやつですね。マンゴータンゴーでしたっけ？マンゴータンゴー。その名前。マンゴータンゴーですね。あれは美味しそうですね。はい、じゃあ続いて第3位は何でしょうか？3位は、トムヤムクンです。うん、意外となんかすごいベターなとこ来ましたね。お土産用にペースト、トムヤムクンペーストとか売ってるんですけど、やっぱり自分で作ると味が違うんですね。で、なんでだろうって思うと、やっぱりその、生のハーブを使ってこっちでは作ってるんで、その生のハーブ、昆布みかんとかレモングラスとか、そのカーという生姜とかっていうのは日本で手に入らない食材なんで、やっぱり美味しいトムヤムクンを食べるならタイかなって、うん、なるほど。どうなんだ、タイモさん、パクチーが好きだから、パクチー入れたトムヤムクンも、うん、いいですね。うん、なんかハーブが好きなんですね、私。だから、ハーブが、うん、
欲しいです。その、はい。はい、わかりました。さあ、続いて第2位は。カオソーイです。タイカレーのヌードルです。その、揚げた麺と普通の麺が一緒になってる。はいはいはい。あれも、なかなか日本では食べれないかなっていう。いや、でも僕ね、はい、一回こっちで食べました、カオソーイは。かのこさんに教えてもらったから、はい、あ、これだと思って。はい。イエローカレーがベースなのかな、ちょっとわかんないですけど、はい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 、日本で食べれないかなと思って。まあ、ほんと専門店行けばっていう感じですよね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、第1位。その前にですね、かなこさんが、まあ、これまで見てきたタイの風景、面白風景の写真をまとめたので、ちょっとそちらの動画を見てみましょうか。私が見たアメージングタイランド、どうぞ。おおすごい。え、これ酔っ払いです。えー昼寝してるんですよ。え、これ昼寝？うわ、何？家族で経営してるバスで子供が乗ってるんですね。家になってますね、もはや。うん、これはなんだよ、エスカレーター。おお、みんな、なんかくつろい。ああ、なんなんだこれは。ドライバーさんの休憩所ですよね。うわ、タクシー？うわ、3人乗り？すごいな。これまたすごいな。コロナ規制中だったんですけどね。コロナ中に。いやー、これ本当に売る気があるのかっていうマネキンだ。うわ、これなんですか？これはあの産毛取りなんですけど、路上でやってるんですよね。そういうことか。はい。おおほほほほほ、水上マーケットだ。はい。この北の方で食器を洗ってるのを見てしまったんですよ。それここだ。うわー、すごいすごい。うわ、すげえな。なんでこんな音になってんの。うわー、これなんですか。道路に向かってね、食べてるんですね、みんな。道路カウント、出た。出た出た。あー、すごいですよ。あ、これかなこさんですか、実際に。はい、私食べてきました。すごいな、いっぱいいるな、ね、魚、エビが。エビいっぱいいるな。なくなっちゃうの。すごい、大サービス。大サービスですね。これ結構入れてますよね、だって、はい、うおー、中でもめっちゃ跳ねてます。うわー、すごいすごい、動いてる、すごい。あー、ちょっと抑えないと跳ねちゃうんですね。はい、はい、わー、驚いてますわ。あー、隣の人めっちゃ見てるっすよね。あー、素晴らしい。すごいな。ていうかもう全部気になることだらけですね。すごいな、ね、やっぱタイは。すごい楽しいです。楽しいですよね。いや、なんかなんだろう、タイのあの4人乗りとかね、どう考えても危ないし、日本だったらあれだけで大問題になりそうじゃないですか。あのね、あのバイクは実は4人乗りを取ったんじゃなくて、うん、お母さんがね、パックしてマスクしてサングラスしてって、コロナ対策なのか美容対策なのか、うん、あの
ああ、そういうことなんだ。4人乗りはね、結構あるんですよ。でも4人乗りはそんな珍しいことじゃなくて、カラコさんの引っかかりポイントはそこなんですね。ああ、すごい発してるもん。発してるね、本当に。発してるのか、すごいな。おめえみたいじゃん、これ。すごい面白かった。いや、岩渕さんどうでした？引っかかるの何でした？最初の何ですか？これ道で寝てるんですか？お昼寝中だと。お昼寝なんですか？あれ昼寝なんですか？すっごいコンクリート暑いんですよ。灼熱なんですよ。うんうん、はいはいはい。なんでわざわざそこに寝るんだろうって、もっといいとこあると思うのに。うん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 。岩盤浴みたいなことですか？むしろ暑いところで。体温めてみたいな。ちょっとわかんない、声かけれないですね、怖いから。いや、あれだって酔っ払いっていうか寝方がまた雑じゃないですか。ですよね、うん、タイはお昼寝の習慣はあるんですか？うん、あの男性とかよく寝てますよ。あ、やっぱそれはあるんですね。いや、あと水上マーケット、あれすごいですね。なんでわざわざあんなところでビジネスしなきゃいけないんだっていうの謎ですよね。元はね、あそこでみんな過ごしてたんですよね。それが観光地化して、うん、はい、今は観光住んでたってことな。それもすごいけどな。あれなんかバンコクの近くにあるような感じなんですか、あれは。そうですね、車で1時間半くらいのところに、近いところだと、はい、ありますね。で、住んでる人がいて、はい、でそこでマーケットも生まれてっていう感じなんですかね、はい、ちょっと行くと、あの、うん、川の上に住んでる人たち の, あの住宅も見ながら船が回ってくれるんですね。あ、ね、あの先がどうなってんのか、ね、住んでるとこもめちゃくちゃ気になるな。面白すぎるな。いや、まあ、タイだったら何ですか、そういうドキュメントっていうのが別に当たり前すぎて誰も気にしてないっていう感じなんですか？水上マーケットですか？うん、水上マーケットとか、タイの人はどういう目で見てるんですか？どうなんですかね、コロナ期間中に一回行ったんですね。そしたらその住宅の方は結構閉まっていた、だからもう本当に観光化しちゃってて、実は違うとこに住んでるんじゃないかなとか。ああ、なるほど。はい、そういう風に見えましたね。あ、なるほどね。あとね、あの路上で食べてる人たち、あれももうさ、何なんですかあれは。あれはあの道路に屋台が出ていて、うんうんうん、そこで食べるのをわざわざこう道路に向いてみんなカウンター方式で食べてて、本当面白いなと思って好きですね。うん、いや、タイはやっぱちょっと他じゃない魅力が溢れてるような。はい、楽しいです、本当タイ、ね、楽しそう、ね、すごい楽しそう。なるほど、わかりました、ありがとうございます。では、いよいよカラコさん、タイでこれだけは食べておきたい第1位、一体何でしょうか、教えてください。第1位、カオヤムです。カオヤム、あの、はい、野菜とかハーブをこう混ぜたサラダご飯みたいな感じの、例えば青パパイヤを生とか、人間の生とか、レモングラス、パクチー、ディルとか、いろんなこのハーブを混ぜて、エビと一緒に食べるご飯があるんですね。へー。ああ、なんかすごい彩り豊かな。あ、綺麗ですよね。うわ、めっちゃ綺麗だな、俺。あの、青いご飯は、バタフライピーっていうタイで有名な、あの紫色のお花で、味あの炊いてるから。青っぽいのって通常あんまり食欲そそらないけど、なんか鮮やかだな。でも美味しいんですよ。もうこれもまたハーブ、生ハーブが本当に美味しくって、特にクミさんとか、あとザボンっていうあのグレープフルーツみたいな、あのフルーツも入ってるんですね。でこれにライムをかけて食べるんです。はい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 。そう、美味しいですよ、これが。そうなんだ。これ普通にでも、なんていうか、タイの一般的な庶民が食べるものっていう感じなんですか、これは。南の方の
料理ではあるみたいなんですけど、うん、こちらは、ちょっとおしゃれなお店じゃないと食べれないかもしれないです。屋台とかではあんまり。いや、いいですね。なんか最後の最後の、ね、まさかの初物が来たと思って、あのなんか宮廷料理みたいなのもあったじゃないですか。あ、そう。あれもね。ね、ああいうのとか、いや意外とそれが地味なね、あのムーピンでしたっけ、あの岡崎さんが大好きなムーピン、ああいう地味なとこで来るのかなと思ったら、なんか、ね、すごい直球のなんか本当に華やかなのが来たからいやムーピンもね、イサンソーセージも本当捨てがたいですね、うんうん、イサンソーセージね、いろいろご出演いただいてありがとうございます。いやでも田中子さんね、あのピピ島に行った映像からねあ、本当にいろいろ食べていただきました。本当にありがとうございます。日本戻ってからもあの引き続き、出演していただきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ひとまずね、あの無事帰国されることを祈っておりますので、はい、残りわずかの体生活満喫してください。はい、食べてまいります。アランコさんがめちゃくちゃ太ったら笑うけど、ね、まあ僕の場合ですけど、ドイツ住んでて日本に戻ってから7キロ太りましたね。美味しすぎて大変でしたよ。それはそれでタイでも食べて、ね、日本でも食べて、もう日本料理やっぱ美味しいなっつってそのパターンもありますよね。タイでダモリ惜しいからいろいろ食べてね、日本でまた食べてって、あ、本当にかなこさんですかみたいなことになってで無事ね帰ってきてください。はい、それでは今日はありがとうございました。それでは皆さんさようなら、バイバイ、バイバイ。